おはようございます。ヒューマンアカデミー声優漫画家専攻の長谷川瑠奈です。このコーナーでは芸能界声優業界の裏側を皆様にお伝えしたいと思います。今回も素敵な方に来ていただきました。中川奈美さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。今回なんですが、先週は声優やナレーターについてお伺いさせていただいたんですが、はい、歌手の方をちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、お願いします。はい、一番最初に中川さんが歌手活動を始めたきっかけとはどういったところだったんでしょうか。実は私、歌手になりたいと思ってなったというよりはですね、はい、あるゲームの主題歌をきっかけに歌の仕事が始まりました、はい、私が主演をしていたゲームだったので。なるほど。間のコーディネーターさんがですね、あ、大丈夫、この人歌いますよって、え、聞いたことなくない私の歌みたいなしかもね、その曲がね英語だったんですよ、本当に逃げたかったけど。英語は実際習われてはいたんですか。いえすごい、人生何が起こるかわからないんですね。本当にかっこいいですね。よく逃げなかったですね、本当に、ね、いや、できませんとか言えなかったんですねいや、でも歌い切ったってことですもんね。はい、頑張りましたお疲れ様ですちょっとまさかのきっかけすぎて驚きなんですけれども、はい、中川さんといったら、はい、鬼滅の刃の炭治郎の歌があるじゃないですか。はい、ありがとうございます。歌うことになった時の感想はどう思いました。最初から鬼滅の刃のアニメのコーラスを私ずっとやりまして、はい、そのことがあって炭治郎の歌を歌わせていただくことになっているんですけども、はい、まさか私が歌わせていただけると思っていなかったので、その時は思っていなかったんです。わーっとなったんですが、はい、そのコーラスも一緒に収録をしていたので、はい、動揺する時間があったらもう向き合うしかない。コーラスを収録しながら、竈門炭治郎の歌をもう一度原作を読み直したりして、一生懸命炭治郎を理解して、はい、必死で取り組みました。すごい今ギャップを感じています。お話ししていく中で中川さんって結構もうワイワイみたいな、すごい楽しそうな方だなって思っていて、でも実際お話を伺っていくとかっこよすぎて、あ、ありがとうございます。決断力がエグいなってすごい思います。もう悩んでる暇を与えられないですね。悩んでる時間があったら次みたいな。いや、かっこいいおかげさまで、それでなんとか生きております。声優や歌手活動以外の活動って今どういうことをされていますか。愛媛の観光大使、そうですよね、観光大使と宇和島アンバサダー、はい、これはですね、せっかく任命していただいたので、はい、愛媛にとって何かできないかなと思って、うん、最近卒業式とかがやっぱりできないこととか、はい、学生生活が曖昧になっちゃったのがやっぱり多かったと思うので、はい、このみんなを日本中、言ってしまえばもう世界中でお祝いできないかっていうので、そういうお祝いの曲を作ったんですね、はい、田舎の人にかかってもらおうと思って、うん、愛媛県宇和島市の皆さんにも出演してもらって、はい、リモートで、あ、リモートで、そうなんです、もうあの映像を撮って送ってくださいってお願いして、で参加してもらった曲、君はきらめきという曲を作ってみたりとか。いや、先ほど私も映像を見させていただいたんですが、はい、もう素敵すぎて素敵な名前だなって本当に思いましたみんながやっぱり応援しようっていう気持ちがあると、うん、はい、心が一つになるんですよね。美しい MV でした。本当にキラキラしてるなって思いました。アーティストさんもやっぱりみんなが応援しようっていう気持ちが大きいことがやっぱりだったので、うん、はい、本当にスムーズに撮影もできて、はい、私もやっていて自分も楽しいと思いましたし、はい、歌詞とかがね、応援する側の歌詞なんですよ、うん、大丈夫だから、はい、君は君のままで頑張るんだよみたいな、うん、聞いて元気になってほしい。はい、ぜひ。なんか MV の中でも宝所特産物とか隠れ特産物がいてすごい面白かったです。ありがとうございます。ぜひ皆さんも見てみてくださいでは最後に視聴者の皆様や声優や歌手を目指す方々へ一言よろしくお願いいたします。はい、私はちょっと人と違ってイレギュラーな道を歩んで今の仕事になっているかもしれないんですけども、今の世界ってやっぱり何がどうなるかわからないですし、だからどこにチャンスが転がっているかわからないので、え、こんなのできない、え、嫌だって言わないで、ひとまず飛び込んで頑張ってみたら、それが自分の幸せな仕事につながるかもしれないので、ぜひやってみてください。やってみてください。本当にたくさんの貴重な話をありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ皆さん、また来週もお会いしましょう。またねー。